2009年最高裁判所裁判官国民審査は2009年8月30日に第45回衆議院議員総選挙とともに執行された最高裁判所裁判官国民審査9人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ全員罷免しないとされた投票率は66.82%となり1990年以来と なる高等票率となった。国民審査の直前には、一人一票の実現のために最高裁裁判官に対する国民審査権を行使しよう。との全面意見広告が、一人一票実現国民会議によって主要新聞市長官に掲載され、その中には、ナス公平と和久井の両が2007年最高裁判決において、 定数不均衡を合憲と判断したことを特に取り上げ、一票の不平等に反対のあなたは、二人の裁判官に反対の罰位をつける国民審査権を持っていますとしていた。投票率が高くなったことにより、全体的に悲鳴をかとする率が下がった。宮川康二の悲鳴をかとする率6.00%は、悲権が認められていなかった1949年を除いて、 最低の罷免をかとする率の記録となった2009年8月30日までの最高裁判決における意見ありがとうございます。